テオチャンネルママでーす、今日はアウトドアフェスで買ってしまったマウントソミさんの薪ストーブが家に届いたので開封動画撮ろうと思います。待ちに待った薪ストーブ着弾いたしました。はい、早速開けていきますか。でかいっすね。めっちゃでかい。しかもこなめっちゃ重い。そして重い。まあそらね、あの長い煙突と落としかけたからね、一回つるっと滑って。あれ落としたらもう足骨折ですよ。これは危ない。ちょっと持ち運びが心配になるような重さですけども、超重量級キャンパーでいきましょう。超重量級やね、これ。冬になったらもう車後ろ沈むんちゃうかいうぐらい。じゃあ早速開封していきます。これは収納バッグかな。いいっすね、すごい。これ、まあ、実際後で入れてみましょう。取扱い説明書も入ってます。薄いな。これもういきなりあれやで。いきなり本体。重すぎんだけど。はい、心持ちないな。うるさ。ドーン。うるさいんだけど。なんかこうやって見るとでかいな、一番小さいのに。じゃーん。おー。本体の中に全部入る感じやね。これは。おお、いやーかっこいい。ちょっと前向けようか。ほっ、よいしょ。こんな感じで中に煙突が全部入るようになってるね。これちょっと声から外してこう。Driving in the dead time, how I sounds, but headlight cranking up the Mac to Marco, treating it like medicine. すごい。すごい。なんかちょうど、え？ちょうど入ってんで、2、4、6、8。はい、そしてこれがトップに来るやつで、あ、これあれやね、中の網。こちら煙突固定用リングです。煙突の筒の中に入れて、ここから引っ張ってロープで固定するリングです。はい、でこれが工具。どこのネジ締めんの？六角？どこ六角？あ、これかな。ここや。
これ、はい、はい、中身はざっとこんな感じで取り出しました。で、これがグリッドっていう、ここに差し込んで、ここにお鍋を置いたり、ここで沸騰したやつをここに置いたりができるのが2つ入ってます、両側。結構ガッチリしてる。で、こちらが、四角蓋と丸蓋がここにはめれる。ここはオプションで網に変えれることができます。できますで、網にしてここで貝焼いたりとか、いろんな調理ができるみたいです。それはちょっといずれ欲しいなと思ってますこちらヒカキ棒、まあ、この中の隅とかこう書く用の棒です。で、煙突部分が8本、これを連結していって上に、テントの上に煙を出すような形になります。で、この一番上の部分がなんか結構火の粉がこう飛んでってしまうことがあるみたいなんで、ここになんか網ネットみたいなのをかぶした方がいいって聞いたんで、それはちょっとホームセンターで後ほど購入したいと思います。ざっとこんな感じなんで組み立てていきたいと思います。はい、足を出したらこんな感じになりました。かっこいい。足を出してグリッドをつけました。今。で、足を開いてグリッドを2つつけたらこんな感じになります。で、煙突を8本全部連結してこう組み立てたかったんですけども、天井にぶつかってしまうから3本だけちょっと試しにつけてみようかなと思います。この一番下になる部分が煙突のこのダンパーがついてる部分になります。ダンパーで火の調整、風の入り具合を調整して 火加減を強弱をつけれるみたいです。で、これを一番下にはめます。で、何にもないのをこの中間部分に、なんかつなぎ目が合わせたらすんなり入ることを発見しましたで、この穴が開いてる部分が一番上になります。はい、入りました。ほんで、あれやね、固定用リングをこの辺に、この辺なんかいいところにこれをつけて、ちょっとつけてみようか、こうつけて、ここで締めて、ここから引っ張って、まあ、カラビナとかなんか麻紐がいいって聞いたんですけど、伸ばして地面で固定して、煙突のこの揺れを最小限に抑えて使うリングです。
これもなんか一本増やしたらもっと強く固定できるって言ってました。うん、テントと接触しそうな部分を、まあ、ここにカバーみたいなのつけて、オプションで購入しないといけないんですけど、カバーつけるとテントも守れるっていう、アイテムを購入しないとダメみたいです。それをまあ、買いに行こうと思います。このつなんか黒いのがなんかどっかでついたなあれかな、磯です、塗装のあれですね。まあしゃあないあとはなんか曲げはいらんか。あとはでもあれっすよね、パイティアママさん、うん、もしギリツーはと、まあ、ツインクレスターやんか、うん、ギリツーとツインクレスターで薪ストーブ使用しようと思ったら、うん、多分90度に曲げるためのオプションも変わるから、うん、そうやね、煙突をここからこう90度に曲げてここから出す、そう90度に曲げて外に掘り出してから上に立ち上げていかなか、うんうん、そうそうそう、煙突用の穴がないから隙間から出さなか、うん、そう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 、だからもしツインクレスタ、私らが今持ってるテントツインクレスタとギギ2で使おう思ったらそのオプションも買わなあかんっていう沼にまた足突っ込んでもうたけどもまあでもまさかこの薪ストーブかって思ってなかったからなあ、あのテント次テント買わなあかんのかそうですね、なんかあれなんかテントもね、買わなあかんのかなって感じになってきたよね、来年。なんかだその横から出すんな、ちょっとな、うん、来年に向けて、もう今年はちょっと数回しか使われんと思うけど、あのまたなんか皆さん、薪ストーブで使うテントおすすめがあったら教えてほしいなって思います。教えてくださいコメント欄にぜひおすすめだよっていうテント教えてくださいうん、この黒塗りもかっこいいしね、やっぱ黒っていいよね、火を使う部分に黒っていいよねあとはあれかな、風の調整とかかな、火の、まあ、初め言ったけどこの穴から火の粉が飛ばへんようになんか対策したりとか、やっぱり火の粉飛んでたら隣のサイトの近かったら大変やもんな、燃えたりしたら大変なことになるから、大変やし、うん、もしギギとかに使うんであれば、おー、また一撃で溶けると思うんです。そう、そりゃそうやわ、うん、素材的に、うん、その辺やね、ちょっと心配な、次はそうですね、使用するときは心配じゃあ初めてやからやっぱりちょっと対策はちゃんとしてから行こうと思います。今年はもう冬も終わりやけどね、でも嬉しいな、いや嬉しいですね、マキストーブ、マキストーブデビューやで、これでもあれじゃないですか、おこもりになっちゃうんじゃないですかおこもりにはなるやろうけど、その、うん、なんていうの、別にお座敷スタイルにする必要ないな、あ、まあね、うん、うん、まあそうだそうや、ちょっとね、いろいろ買い揃えなあかんものも増えてしまったけども、もうキャンプの沼って怖いですね、怖い、もう気がないんですよ、なんかもうギア増えすぎて選ぶも迷うし、やり始めの頃はこだわりとかが一切なかったから、うん、ちょっと昔の写真見たらびっくりするもんな、それでも楽しめてたもんね、うん、楽しかったよ、キャッキャッキャ言ってたよあの頃キャッキャッキャッキャ言ってたキャッキャッキャッキャ言ってた、もうはしゃぎまくったもんね、一番初めなんか、ちゃんと一番初めにちゃんとしたテント買ったんが、うん、コストコやな、コストコの、うん、
コールマンのダークルームがあるんだよ、うんうん、あれもあれででも私好きやったけどな、真っ暗、そう寝心地がめっちゃいい、真っ暗の方がもうずっと寝てしまうけど、そっからあれっすよね、もう多分1年ですね、ランタンに関してはもう2年間ぐらい、うん、ひどかったひどかった、なんかよくわからへん、そうそうそう、ルーメン絶対明るいやんって同じの2個買って全然明るくない、うん、そう周りのサイト見てなんであんな明るいんって、より真っ暗そんなのが2年ぐらい続きました、うん、なんでやろうなんでやろう言いながらでも楽しんでたから、 そこで出会ったのがベアボーンズ、ベアボーンズまずね、レールのね、うん、あれ衝撃やったな見た時、ほんで、うん、次に出会ったのがクレイモア、あー見た目になやられたな、あれはもうクレイモア最強だ、サイトが一気だからすごいよね、あーほんまにランタンもいっぱい増えてるし、次入ったらやばいなって思うんがオイルランタン、オイルガス系はちょっと今オイルランタンの沼が踏みとどまってますね、うん怖い、怖すぎてもう一個も買わんとこって今なってる、そうそうそうベーツとかな、うん、見かけてもな、そうやめとこう怖いなって思ってもあかんあかんやめとこってそうやろ、ベーツ買ってうわオイルランタンいいやってなったら次多分なペトロマックス欲しいって言い出すね今度抽選販売するもんなちょっとな可愛いなってなってもうたもんな、ペトロマックス買うよ、うん、ほな可愛い次なランタンハンが欲しいなんてペトロマックス用の、そうエグいだ、エグいな、そう思ったら薪ストーブは可愛いもんや、そう可愛い、これあとはもうオプションちょっとつけていくだけやから、そうちょっとちょっとちょっとあの薪大学さん薪大学拾ったらいいかな、そうそう今日行ったとこなんかな、薪だらけ着火剤だらけの薪だらけちょっと行って集めたらもう一緒やもんね、よかった、よかった、もう次は初火入れか、初火入れですね、うまくつけれたらいいけどな、うーんつけれるとは思うで、そうだいぶ焚き火と一緒やもん、慣れましたんで、うん、今日も一緒についたしあれは巻きが良かったよ、乾燥しまくっとったから、でもあの次な教えてもらった巻き屋さん行ってみたいな、大阪に一緒ならあるんですよね、うんうん、行ってみたい、そこで言おう巻きストーブ用の巻きをください巻きストーブ用とかあるあるかもしれない、いろんな巻きを置いてるらしいからでもあのさこれ小さいやん、結構巻き結構小さくせなあかんやん、なんか上からも入れれる、あここ開けてね、そうだからあの小さいあれちゃう、斧いるんじゃね、斧そうなんだ、斧欲しいですよ、斧な、斧か、うん、あーナイフでの、ノコギリ、あーノコギリ、ノコギリで切るやな、長さは、あ長さはね、うん、でも高いんですよ、そうやったらなんかオルファー、あーあれもいいな、可愛らしい、うん、ノコギリ多分いるんですよまたそっち系の馬もあったやな、もう一瞬ちょっと締まれて返そうかな、かわいい野菜、おう、うん、あら絶対血迷ったらあかん、そこは血迷った、おい待てーって、そうグランマーコッパー開けてるんだから物が出てきた、んケトルもいらんし、いらん、割れたらそれで薪が割れたらそれでいいな、まあでも楽しんでいこう冬キャンプ、そうですね、うん、まだちょっと先ですけど、まあまだな、来月は富士山行くし、来月はまだちょっと使うチャンスあるかもしれない、うんうん、うん、あとは対策、テント対策、テントどうするんですか、ほんまにどうするかっていう話になります、燃えてまうで、燃えたら嫌やな、せっかく燃えたら嫌ですよ、並んで買ったら、
並んで並んだのに抽選販売やったっていう並び抽選っていう新しい斬新斬新並ばんでいいそう並ばんで時間通りに行時間に行けばいいもう遅く来た人が1引いた時はもうギャー絶望的な気持ちだなあれなったなったあまあそういうのも思い出の一つやねそんな思い出のテント燃やすわけにはいかんからなそうやっぱり薪ストーブに合うようなテント購入するべきなんじゃないかな、うん、でもテントもさこれいいですよっていうテントあってもさ今簡単に手に入らへんやん手に入らないですよ、うん、それがさ特にあれねモニグルねモニグルはもう一生当たれへんのちゃうかなって思う、ね、何回外れるモニグルはまあ当たればいいかなっていうぐらいの気持ちで応募してるから多分上がんねやろなまあでも応募し続けてたらいつかモニグルはいけるんですか薪ストーブいけるみたいでえいけるのだって TC やろあれも穴はあんの穴はないと思うあ出さなか出さなかやっぱこれいるんじゃない曲げるとこ曲げるのがだから多分2個いるんやな。あほんで高さも上げなあかんから。ここ曲げてここ曲げて。そう。で煙突の缶なんか買い出さなあかんけどな。ここの部分な。ここの部分とここ出すことによってさらに上げなあかんらしいから。おおいってこうやもんな、うん。ここの曲がりの部分でさらに上に上げないと。上がったことによって高さを増さないと。やっぱり風の通り抜け？そうなんかもうなんかその上昇気流がなんちゃらかんちゃらみたいな話だった。そう。そうなってくるな穴開けなあかんのかなテントに開けちゃいますかあれってみんな自分で開けてるのかな開けてる人多分おるマジで、うん、ほんで縫い付けるなんか火に強いなんか知るんかもしれないなその辺はもう詳しく調べたことないから分かんないまあまた新しい沼ですけどもちょっとずつね揃えていこう充実したキャンプが送れるよこんなくそ興奮なんかおんな思ったらやばいやばい。興奮したら鼻くそつきですね。やばい。テンション上がってますわーって言うてても鼻くそついてなかったらもうそれテンション上がってる。どんな目印やねん。分かる。嘘ね。嘘ついてんな。今でもマスクしてるがバレへんもん。あ、そうやね。大丈夫ですよ。鼻くそついてますよって。テンション上がってますねって。まあまあまあ。今日はね、ただの開封動画ですけどちょっと組み立ててみたみたいなねまあでも何がいるかとか開けることによってな、分かるし目に見えてねまああのこの動画がね薪ストーブ購入検討してる方の参考になれば嬉しいかなと思いますはい、ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。パイティアオチャンネルママでした。バイバーイ。また会いましょう。Honestly, don't matter who around us, long as you around, cause I would never give this up. Yeah, no matter who around us, listen to the sound of me plus you want to dance with me now.